モルドバ国鉄路線ズモルドバ国鉄は、モルドバ国有の鉄道会社である。1232km の高機路線及び 14km の標準機路線を有し、全線が単線非電化である。キシナウ駅1871年8月28日に、ティラスポリとキシナウを結ぶ路線が開業したのが始まりである。1875年6月1日には、 キシナウコルネシティ運ゲンゲにカを結ぶ鉄道が全線開通し、ルーマニア方面に接続するようになった。路線をつなぐエフフェル橋は、ロト戦争開戦3日前の1877年4月21日に開通された。同年11月には、ベンデル・バサラベアスカレ・ニジュルジュレシティの路線が開業したほか、1893年から1894年にかけて、 リップ化にオクニツァ・オタチカン、オクニツァ・バルチカン、バルチ・フロレシティ・ルイブニツァ・コバスナカンの路線が開業した。そして19世紀末頃までには、ティギナ・ガラツ・ルイブニツァ・バルチのアスリツカンが開業されている。第1次世界大戦中には、バルチ・ウンゲニカンが改修され、そこからブコバツ・レウシェニフシバ・サラベアスカ、プルトカンが追加される形で再開している。 1920年代初頭には、ベッサラビアがルーマニアに併合されたことにより、標準機に改めきされる。戦艦機の間に、バサラベアスカカンテミール艦及びびバカズ・ロチ、カイナリ艦の路線が開業したが、後者は1944年の戦災により、破壊された。第二次世界大戦後には、モルドバ地域一帯が、ソビエト連邦の一部になり、再び後期に、 改めきされることとなった。1971年には、カンテミール・カグル・カンの路線が開業した。2004年にはソイド・ドニエストル共和国内の、全資産がソイド・ドニエストル鉄道へ移管された。2005年には、第二次世界大戦末期に破壊されたレバッカ海なり、カンの路線が再建。2007年から翌8年にかけて、カグル・ジュルジュレ式カンの路線が建設。 2015年9月末には、キシナウ運江に屋市間の国際列車路線が開通された。D1 系機動車、D1M 型機動車、ストラセニー駅にて撮影 M62 系ディーゼル機関車、ソ連及び他の東側諸国で製造された車両が使用されている。ディーゼル機関車は、手重計及び M62 型が一般的ではあるが、旅客輸送には、 チェコ製のチャム3型が使用されることもある。機動車は、ハンガリ・ノガンツ、マーバグ社製の D1 型が主流であったが、2012年に、ルーマニアの工場にて、大幅な更新工事が行われる形で、改良型車両の D1M 型が登場しており、現在は、D1 型と D1M 型の2種類が使用されている。国内列車のほかキシナウからモスクワ、キエフ、 ブカレスト方面などへ向かう国際列車が存在する。ありがとうございます。